ドリーマーの皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日は本当に最強の支援キャラなのか、ドロシーについて徹底解説をしていきたいと思います。と、その前にいつもの告知。はい、こちら、運営公式のキャンペーンとなっておりまして、課金額の最大 25% が還元される非常にお得なキャンペーンとなっております。ご興味おありの方は、こちらの動画の概要欄、もしくは、この動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。特に、課金者、重課金者の方は非常に恩恵が大きくなりますので、ぜひご検討いただけますと幸いです。はい、ということでですね、ちょっと実装されてから時間が経ちましたが、ドロシーについてですね、はい、実はですね、今回、トラえもん星10にしまして、メインの主力のキャラとして育ててから、使ってみた検証も踏まえてですね、ちょっとやっていこうということで、ちょっと解説が遅くなってはいるというところではございますが、まあ、巷ではね、本当にティア SSS だとか、まあ、支援最強間違いなしだとかね、もう、なんて言えばいいんでしょう。ものすごいその評価のバクバクバク高さっていうところもありますので、ちょっとですね、そのパラメーターというかスキルの中身だけで判断するのではなくて、まあ実際に使ってもみてですね、はい、そのあたりをちゃんと忖度なしで評価をしていきたいなというところで、今回の動画を上げているというところになります。ということでですね、まずは、はい。まあ、とはいえね、ちゃんとステータス見ていこうというところになりますが、まずですね、まあ、支援と光属性というところは置いておいて、攻撃力はですね、ソフィーと同等ですね、薬の魔女よりは劣りますので、いわゆる回復力ですね、はい、については、薬の魔女が単発では高いですね。で、ソフィーも総合的にいくと、ソフィーの方が、回復量も高いということになりますので、まあ、ヒーラーというにはちょっと、心もとないかなというところかと思います。で、HP はですね、ソフィーと同じ。で、薬の魔女より上ということなので、まあ、そこは低くないですね。で、防御と速度は、まあ、普通です。はい。これもソフィーとですね、薬の魔女。まあ、二大ヒーラー巨頭となるかと思いますが、支援キャラですね。はい。と、まあ、そこそこ変わんないというところですので、まあ、ステータスのね、特徴という観点で言うと、まあ、攻撃力をもとに、回復量が決まってくるという前提で言って、この後スキルの話も出てきますが、まあ、最強のヒーラーではないですよというところは、まず一つ押さえておくべきところかなと思います。で、まず一つ目のスキルですね。はい、ハートシュートというところで、攻撃力が最も高い味方4体の制御効果とデバフをすべて解除し、さらに攻撃を 30% 上昇させて、で、ウォーリアというのは強襲ですね。強襲タイプのキャラクターのクリティカルを率を 20% 上げると、うん、なんて言えばいいんでしょうね。わーおって感じですね。すげーって感じです。はい、簡単に言うとですね。まあ、ポイントはですね、まあ、この攻撃力をね、アップさせると、クリティカル率も強襲上げるというところもありますし、このね、味方4体の制御効果と、まあ、デバフを打つと制御効果を無効化できる、解除できるというのが、これが超貴重ですね。まあ、結局ね、ジャイアントキリングとかでもよくありますけれども、このダークテイルズ、制御効果による勝敗の分かれ目が大きいんですよ。まあ、かぐやの魅惑しかり、アリスの麻痺しかり、凍結しかり、石化しかりですね。そこを、味方4体ですから、まあ、ほぼほぼ全員ね、かかってる人解除できるでしょうというふうに考えると、このね、ハートシュート、これ非常にね、いいです。はい。ただね、1ターン目に発動なんですよ。なのでね、ここが、ほんとトラえもんも後でご説明しますが、非常に難しいところ。要は、速度を上げておくのか下げておくのかというところが、非常に難しいところです。まあ結論ですね、まあ運営もお勧めしてましたが、トラえもんも今のところは、速度は最速。まあ、アリスに次いで2番目ですけども、早くするようにしています。それは、この後出てくる、守護のスキルですね。はい。と関わりがあるからということになりますが、なんともね、
いや、これすごいですよ。ここは本当にすごいと思う。こんな支援キャラは今までいなかった。で、次。はい、パッシブですね。パッシブは、まあそこまで大きな特徴はないんですが、まあ速度がね、やっぱり60で立ってるというところで、まあその王道の使い道という点では、やっぱり速度を上げて、このドロシー活躍していくというところの意思が込められているというところかと思います。それが速度プラス60に、まあ、反映されているのかなというところですね。まあこの速度についてはね、もうちょっと後で説明しますので、で後でっていうと今になるんですけど、はい、この守護ですね。はい、この守護がね、なかなかこれ尖ってるんですよ。これ何かというと、まずまあ味方全員の魔法火ダメ免除 20% アップしますは置いときましょう。でこの後ですね、味方ユニットの非ダメージは均等に割り切られ2ターン持続するんです。これ何かっていうと、いわゆる頭割りって1000の一夜の王だとか、あとはあれだ、ランプの魔人とか持ってますよね。要はその味方の受けたダメージを分担して受けるというものなんですが、これはですね、ドロシーのやつは味方全員で1体もしくは2体受けた、そのパーティーが受けたダメージを分担するんですよ。均等に割り振るんですよ。なので結果的に耐久力は、上がりますね。はい、まあ、受けるダメージが減るわけではないです。総ダメージが減るわけではありませんが、均等にダメージが割り振られますので、味方が、こう倒れていく可能性が減るんですよ。まあ、このダークテルズ1体2体と味方が減るごとにどんどん劣勢になってきますが、そこをね、分担することによって倒れにくくなりますので、これね、そのパーティー全体の耐久力アップですねに非常に貢献してきます。はい、でこれが2ターン目に発動ということで、これがね、速度の兼ね合いで難しいところなんですよ。さっきの、1ターン目に発動する、制御デバフを解除するものであれば、まあサザエ姫を考えるとね、やっぱり1ターン目の最後に発動させて、その制御効果を解除するというのがしたいところではあるんですが、このね、頭割り分担があると、これはこれで早く発動しておきたいんですよね。とまあ考えるとですね、トラえもん的には結論、このドロシーはやっぱり早い方がいいかなと思います。というのもですね、サザエ姫は置いておいて、それ以外で制御効果をかけられるパターンというのは大体ね、2ターン目からなんですよ。はい、2ターン目の必殺技で受けることが多いんです。ってなってくると、まあこの何でしょう、頭割りはとにかく早く発動しましょうと。で、次、その先ほどの、スキル1を発動するときに最速で発動させて、その後の味方のいわゆる行動ができるようにしてあげるというのが、やっぱりドロシーのね、使い方の王道ではないかなと思います。はい、ただサザエ姫対策はね、必要ですよ。ドロシーを、最速にするのであれば、そのあたりはまたね、後でお伝えしようかなと思いますが。はい。で、あとは、頭割りをした上で、こう、2ターンが経った後に、味方全員の HP をドロシーの攻撃かける 120% 回復するということになりますので、ドロシーによって HP 回復がされるというのは、実質2ターン目に発動して2ターン持続なので、4ターン目ぐらいですかね。はい。からになりますので、やっぱりね、ヒーラーという意味では、ソフィーや薬の魔女の方が手数も多いし、回復量も多いということになります。ここはね、本当にポイントになってきますね。はい。で、最後の、スキル、パッシブですね。はい。これもね、まあ、ここでヒーラー要素がさらにね、出てくるは、来るんですけども、ドロシーが死亡した時に味方全員にドロシーの攻撃力かける 240% 分を回復し、さらに攻撃力を 20% 上昇させるというね、はい。もうなんか、なんていうか、支援、こういう支援の形があるかっていう感じですよね。スキル1でも攻撃力をアップさせて、かつ強襲のクリティカル率上げます。で、パッシブスキルで死んだらさらに、回復は置いといて、攻撃力をアップさせますということで、これがね、ドロシーの全貌ということになります。つまり、味方の攻撃力を上げつつ、制御デバフを解除しつつ、頭割りで耐久力を上げつつ、さらに攻撃も上げると
まあ、去り際には HP 回復しますよということで、このドロシーが、特に力を発揮されるのはやはりですね、ちょっとアタック寄りの編成ですね。で、真の力を発揮するということになります。さらに言うと、強襲タイプのアタッカーでそのメインで組んでいるパーティーで言うと、もうソフィーや薬の魔女よりもドロシーの方がいいです。例えば、プリス王子、白雪ユリ、ロビンもそうですね。まあ、あとは鏡の女王だとかいますが、まあ、なんでウェンディーとか、別ですよ、強襲じゃないですからね。あとは赤の女王とかもそうでしょうね。まあ、特にあのプリス王子と白雪ユリを目にしている方についてはもうこれ最強ですね、ドロシーは相棒としては。はい、ということで、まず総論としてはアタッカータイプの編成、または強襲タイプのキャラクターを火力のメインとして使っているパーティーであれば、ソフィーや薬の魔女よりもドロシーの方が、パーティー全体としては強くなります。はい、一方でですね、耐久メインのパーティーですとか、あとは、相手にが耐久パーティーで長期戦になるような場合は、ソフィーや薬の魔女の方がドロシーよりも秀でていると思います。まあ、結局ですね、ドロシーのこの頭割りというのは、ソフィーや薬の魔女の回復効果でここはねカバーができるんですよ。まあ、ソフィーで言えば HP が一番低い味方の、HP をガツンと回復させるともありますので、まあ、味方一体がね集中攻撃されてもソフィーでなんとかなるというところがあって、薬の魔女で言うと相手にデバフをかけて弱体化させますと。という中でですね、まあ、以前もご紹介しましたが、例えば1001夜の王だったり守衛を2体置きながら、まあ、支援も2体置いたりだとかっていうパーティーであれば、ソフィーだったり薬の魔女の方がいいです。はい、まあ、例えばですね、1001夜の王、はい、あれ強力なアタッカーでもありますよね。ただ HP に依存するんですよ、与えるダメージが。なので攻撃力上げられてもね意味なかったりするんですとかね、まあ、細かいところではありますが、はい、まあ、あとはですね、耐久タイプであれば、ソフィーとドロシー、もしくは薬の魔女と、ドロシーだとか、まあ、そこの共存はありだと思いますね。はい、バランスはいいかと思います。ただ、やっぱりドロシーはドロシーで、薬の魔女とソフィーは薬の魔女とソフィーで一長一短がありますので、やっぱりね、何でもかんでも最強ドロシーの支援キャラ最強ドロシーということではないかなというのが、トライモン、もうね、何百回とね、まあ、ごめんなさい、何百回言いました、何十回ですね、とドロシーとソフィーで入れ替えながらいろいろ検証してみたんですよ。がやっぱりね、勝率はそのパーティーによって変わってくるんですよ。なのでドロシーと、今ソフィーと薬の魔女ですか、にそれぞれ一長一短があるというところになりますので、これはやっぱりね、ちゃんとキャラクターの性能を踏まえた上で、そのどっちを使うのかという見極めをしていった方がいいかなというのが、トライモンが、まあ、一旦検証してみた、まあ、結果ということになりますかね。なので、まあ、一概に簡単にドロシーが、この支援キャラ全体の中で最強ですドカンと言えるほどの、なんて言えばいいでしょう、もうぶっ壊れてるというものではないかなとは思います。はい、まあ、もちろん強いんですよ、強いです。で、かつトライモンはですね、アタッカーの完全プリス王子パーティーなので、ドロシー様ありがとうございますということになりましたので、それはちょっとねこれからお見せします。はい、これが今のトライモンが育てたドロシーですね。星は10になってまして、戦力が176万ですか。まあ、ソフィーもね、同じ戦力で、これでね、いろいろ検証はしてたんですけれども。でですね、先ほどの見解も踏まえてですね、ルーンをちょっとお見せしますと、はい、上級神速ですね。これをつけてます。これ何かっていうと、はい、速度がですね、プラス 15% プラス60なので、戦力が極端に差がある相手に対しても、先手取ることができます。はい。ただ、トライモンはサザエ姫対策として、ドロシーじゃなくてアリスにもこの上級神速をつけてまして、アリスがまず最初に、一番速い、味方ということになってます。
はい、なので、ドロシーはサザエ姫のその凍結を受けないという形にしているというところですね。で、その他で言うと、まあ、この他のね、この、ルーンのスキルはちょっともうデタラメというか適当です。はい、とりあえずルーンつけましたっていうだけですので、はい、なので、まあ、上級神速つけているというところが、まあ、ポイントですかね。あとは、まあ、星10にしてますので、まあ、その、ドロシーの強さをね、ちゃんと進化を発揮して活躍を見るという意味では、まあ十分な鍛え方になっているんではないかなというふうに思います。でですね、はい、その進化を早速ね、ご覧いただこうと思います。はい、この戦闘をですね、ちょっと見ていただいていこうかなと思いますが、トラえもん戦力1050で、お相手が1438万ですね。で、これでね、勝利しました。これね、ソフィーの場合だと何回やっても勝てなかったんですけど、ドロシーだとね、勝てたんですよ。はい、これはね、本当にトラえもんこのプリス王子でとにかくガツガツ強襲でやっていくタイプなので、ドロシーがねハマったなという試合になっていきますが、まあ早速見ていきましょうか。まずは1ターン目ですね。はい、アリスが1番目で、次にドロシーが来ますが、あ、ドロシーはねコッシュを変えましたよ、ちゃんと。はい、で、はい、ドロシー来た。これで、はい、このプリス、アリババ、攻撃プラス 8%、クリティカルプラス 20% ですね。ものすごい、見て、一人で100万近くダメージ出しますからね。プラス1回の攻撃で。とんでもないですよ。これでね、ガツガツ。これが2ターン続きますので、継続してね。はい、やっていくんですよ。で、次2ターン目。これで注目していたいの、いただきたいのは、頭割りですね。はい、ドロシーで、はい、ここから、はい、見てください。この通り。全員でね、頭割りするんですよ。なので、本来ね、アナスタシアがもう倒れててもいいところがね、倒れないんですよ。これ頭割りの効果です。まあちょっと一回ね、縦割って回復しましたが。で、3ターン目行きましょうか。3ターン目はね、特に、攻撃力アップの効果はついていませんが、もう2ターン目まででかなりね、もう1001アードをガチ削りしましたからね、倒しましたね。はい。もう完全にドロシーで、最初に強襲キャタイプのキャラクターを攻撃力ガチ盛りしておいて、で、もう削り取ってきましたよと。で、3ターン目。次4ターン目ということになりますね。はい。まあ4ターン目もね、普通に進んでみますね。はいはい。もうでも、ここまで来るとね、もう先手必勝っていうかね、もう最初に攻撃力爆上げしておいて、ガツガツやっといて、頭割りで耐久力もあってということで、ほんとね、アタッカータイプの編成には抜群ですね。で、はい、また攻撃力上がりましたが、見てくださいね。プリス、こっから。プリスの攻撃力見ててくださいね。いきますよ。はい、はい、はい、どんどん削れる。どんどん削れる。はい、どんどん削れる。相手の方が戦力上ですよ。どんどん削れる。はい。まあ、まだ続いてます。あと、もう一段、この攻撃力アップね、続いてますけど。これでプリスさんがやって、終わりかな。はい、さよならと。57万ですよ、ダメージ。はい、ということでね。これがね、まさに、ドロシーを活用するのであれば、今のような編成ですね。つまり、アタッカー的な編成であること、もしくは、強襲タイプの、キャラクターをメイン火力として置いているパーティーであれば、ドロシーは非常に使う価値があります。相手が倒れる前に倒す。そんな感じですかね。はい。耐久力はこっちはキープしながら。ということになります。これがね、ただ、相手が本当にガチガチのその、耐久パーティーだとすると、削り切る前に、こっちが回復が追いつかずに倒れてしまうということがありえますね。はい。あとは、自分自身が耐久パーティーである場合も、ドロシーの効果というのは、まあ、頭割りもね、守衛で持っているキャラクター多いですし、ちょっとね、重複したり無駄があったりしますし、回復がね、まあやっぱりソフィーと薬魔女の方が上ですから、そこはちょっとね、ドロシーじゃない方がいいかなとは思いますね。まあその場合は、薬の魔女やソフィーと共存という形もありかと思いますが、まあただ本当に耐久パの場合は、本当にドロシーを入れた方がいいのかどうかっていう見極めはしっかりした方がよろしいかと思います。はい。火力を本当に上げてまで、回復力を、犠牲にするべきなのかというようなところですね。はい。ということでですね、はい。本日はドロシーについて解説をしてまいりました。もう巷ではね、ぶっ壊れてます。もう最強究極の支援キャラ、ついに来たティア SSS なんて声もありましたが、まあ、実際ね、育てて、使ってみて、まあ考察も踏まえたところで言うと、まあ、
極端に簡単に最強と言えるものってもちろん強いですけどね、というよりかは、まあ、ドロシーにはドロシーのやっぱり良さがあって、まあ、今現環境で、最強のヒーラーである薬の魔女とか、あとはソフィーとかとは、まあ、また別のタイプかなという感じかなという気がします。あ、もちろん強いんですけどね、ドロシーは。はい、というところで、そこの違いを見極めた上でやっぱり使っていきましょうということになりますかね。はい、なのでランクが急にズバ抜けてますとかそういう感じでもないかな。あ、強いですよ。はい、強いです。これはもう伝えておきますが、強いです。はい、素晴らしい支援系タイプだと思いますが、はい、ということになります。で、最後にですね、冒頭にお伝えしましたキャンペーンのサムネイルが流れますので、ご興味おありの方はぜひそちらからご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。